こんにちは、ジャズ喫茶バリーレアのおーちゃんです。今日はですね、ソニーロジンズをお届けします。今日お届けするレコードですね、こちらになります。ソニーロジンズの Now the Time という1964年の録音のレコードですね。ソニーロジンズはですね、まだ生きてますよ。それで何度かですね、ステージを離れてちょっと雲が隠れ的な、ことをやってるんですよ。それでこのレコードの前にブリッジっていう橋というレコードがあるんですが、その前にその1950年代の終わりにですね、隠遁生活入ってしまうんですね。それで、有名な59年から61年の間、ニューヨークのウィリアムズバーグという橋、ブリッジ、そこで練習していたということなんですね。59年から61年まで、オフィシャルにはステージに立たなかったんですね、はい。それで、RCA というレベルですねからブリッジというのを出して、他にもRC が出てるんですけど、ワーツミルとか出てるんですけど、あとスタンダードのことをやったりとかですね、あとちょっとフリーに挑戦したような感じのアーマン・インチャスというレコード、それはまた素晴らしいんですけど、ね、もう時代が60年代に入ると、それからモードとかフリーとかそういった周りがなってるものですからですね、ロジンズも、挑戦したということなんですね。それでこの RCA になってから、参加ミュージシャンがロン・カーターだったりとかハービー・ハンコクだったりとかですね、してるんですね。ですからサウンドも50年代とはやはりロジンズも違うんですね、はい。それで私このレコード大好きなんですけれども、そうですね、自分のセント・トーマスも入ってますし、あとパーカーとかモンクとかですね、コールソンの曲とか入ってたりするんですけど、どれも3分から5分ぐらいの短い演奏なんですね。ですけどその中にギュッとロジンズ節が凝縮されてるんですね。ロジンズ RCA のレコードを聞くとですね、本当に短いんですね、それぞれが。ですけど、これぞロジンズというのがよくわかります。はい。では今日はこの中からですね、この表題タイトル、Now's the Time をお届けします。お待ちください。